家の法務局の 人権擁護みたいなところですよね、人権。ここですか？はい。ここはあの福岡法務局の人権擁護部っていうところに。人権擁護部ですね。はい。はい。すみません、多分初めて電話させてもらうじゃないかと思うんですけど、畑野と言いまして、はい、福岡市東区に住んでますね、箱崎ふ頭に。はい。はい、で、その人、はい。はいえ、まあですね、なんか今日まであるというか、福岡市東の勝浜イオンで、なんかイベントされてる、ですかね、はい、なんかですね、しおりとか。人権週間みたいな。かななんかそう、しおりじゃない、なんていうんですか、パンフレットみたいなのがね。あ、もらっていただいたんですか。そうですね、今手元にあってね。はいはい。まあそれで一応ね、私ちょっとその人権侵害ということの目撃者であり、情報提供と、私ね、しかもね、当事者です。人権侵害目撃したし、当事者であるってことですね。そうですね。どこまでがっていうのを判断はね、皆さんの第三者のあれもあるけどね。それでとんでもない話やけん、まあ法務省の東京都のその霞が関の中の法務省の人権擁護局に一応電話をしたんですけど、これがですね、一応ね、言われたのがですね、まず人でお姉さんには言われたのが、土日がちょっと休みなんですけど、金曜日の夜のニュースで、やっぱなりますよね、ニュース見たらわーってね、かけてくて、やっぱりそれで私もこういう風なありましたっていう話で流れて思ったらあれなんですけど、あの名古屋刑務所でね、刑務官っていう、まあ、看守が囚人をいじめてたみたいな、こうなんかスプレーをね、あのいたりとか、ご存知ですかね、その暴行してたとかね、20人ぐらいがね、もう20年前はなんかもう人が死んでたとか言って、でそういったのがあって、見えんとこでやっぱりその権力者というかね、公務員さんがね、あのそういう風な命を預かっとうっていう感覚がなくてね、あの他人を見えないところで、普通の人がしたら普通の監禁罪なのにね、ね、家に何日も止めあれしてたらいけないけど、お仕事なんやろうけど、やっぱり弱い者いじめとかしたりするけん絶対やめろよっていうことのね、あの防犯カメラとかも何もついてないところでなんかやってるってことですね。でそれが私の場合は福岡市東警察署、福岡市東警察署、そうです。で、ですね、2回あるんですけどね、ちょっと時系列で言ったら、あ、まあちょっとさ最近の話からでしょうか。今年の6月2日にですね、今年の6月2日、あ、すいません、1日の未明とかもぐらいですね、もう確実に話せん方すいませんけども、大体でよかったら、確実にやったらゆっくりお時間あるんやったら確実に話しますけど、夜中に11時ぐらいだったかな、そのね、私の知り合い村上君っていう知り合いとね、家にあの引っ越しを手伝ってくれたので、家に送る時にマイナンバーカードのなんか認証がうまくいかんくて、顔認証がもう証明写真の機械で写真撮って2万ポイントもらおうと思ってですね、封筒を用意して、ご存知ですかね、あのマイナンバーカード2万ポイントってもらえるやつ、あれで証明写真で自分の顔写真撮ろうと思って、それを撮ったら家に送るねって言って、ね、知人と助手席に乗って2人でね、証明写真のとこに行って家まで送ろうとした時に、あの東警察署の前をブーンって通ってですね、まあ、あの村上くんだったかな、そのなんかね、東警察署にも証明写真があるかなと思って、そしたら近いなと思ってね、 U ターンして、やっぱりないなみたいな、やっぱなかったと思うよって話しながら、もう一回3号線の方に出てからブーンって行ってたら、警察がうーんってサイレン鳴らしてですね、止まれって言って、一時停止だったらしいんですよね、そこの場所のね。で一定止められて、自分自覚がなくてですね、黄色信号やと覚えておけん、はぁと思って、もうちょっとさっきの私ね、あの警察が命令しようろうが来たなみたいな感じでね、止まれってよろうがって言った時にね、信号待ちをしてる時に真ん中車線で、そしたら右車線に止まって、ドアを前にバーって来てんですよね、ドア開けろって言ってね、命令しようろうがお前って言って、なんで聞かんとかって言ってね、止まれって言った時に、私真ん中車線で止まれるわけないけん、ミニストップで止まるって言って、ミニストップがあのあれがあるんですけどね、証明写真の機械があるからね、話が早いと思ってミニストップの前に行こうとしてたから、証明写真の機械があるから、そしたらそこまで結構距離があったから、ね、すぐ止まらんかったということで、ミニストップの前で警察待ってたら、めちゃくちゃもうブチ切れて怒ってきたんですよ、警察がね、止まれって言うのにまた止まらんかったからお前ってね、
まあ、勘違いというか、私この、まあ、話が早いけん証明写真撮りきたってミニストップの前でおったら話が分かりやすいけんと思ってきたのに。でそれで一時停止だと言ってね、あの、なんで命令機関とかっていう言葉に私カチンときてね、それがもう YouTube でもう、もう話し方とかが横着すぎるけん撮影するよって言って撮ったんですよ。でそれが10万回ぐらい再生されてますね。福岡市東警察署って YouTube で調べてもらったら10万回見てますね。そうですよ。で何が言いたかったら、私ね、その去年の7月8日にですね、あのね、警察の命令をね無理やり強制的に聞かされてね、人が死んだんですね。あの、もう去年の話だけん言う方がなんかもう簡単に言うのよって聞こえたらあれで、聞く方がしんどかったらすみませんけどね、なんかですね、だから東警察署になんか命令を強要されて人が死んだっていう被害者遺族みたいなのがあって、それでまたね止まれって命令機関かって言われてね腹立ったんですけどね。それでそんな YouTube で私が怒って、普通のなんかヤンキーがなんか警察に喧嘩売っとうけんバカやなっていう思われるような感じになったかもしれないけど、それちょっと分かってほしいんですけどね、自分的に言うたら。あのね、ですね、そこから喋れたら、私ね、ごめんなさい、先にやっぱ7月8日のね、去年のことからちょっと話させてもらわんとね、あれなんですけどね、去年、そうです、去年の7月8日、はい、にですね、さっきの6月、今年の6月、そうです、そうです、うん、それでですね、もう簡単に言いますね、この普通に人に言う話じゃないことですけども、人が死んだけん言うんですけどね、あの、私がですね、前日から起きとって、次の日っていうか、その日の昼ぐらいに寝ようと思って、24時間ぐらい起きとってですね、もっとね、起きとったかな。で、寝ようかと思ったら、自分のベッドの上に、知らない携帯電話があった、あってですね。で、私、カシーテリハに引っ越しとって、娘が生まれて1年の時で、1歳の時ですね。7月8日ね、7月2日生まれやけん。で、それで、あの、彼女と娘と3人で暮らしとったとこの家で、知らない携帯電話を見つけて寝る前に、これをね、彼女と彼女がいたから問いただしたら、彼女がその携帯電話を持って逃げたんですね。私と娘を二人っきりにしてね、逃げたんですよ。で、それが携帯電話が何かって言ったら、パスワードも打たずにね、LINE が入っとってね、なんか俺も会いたかったよみたいなね、その浮気、不貞行為を疑うような文書が入っとったとですよ。それだから問いただした。そしたらね、彼女、それを持って逃げたんですよ、裸足でね。鍵も持たずに。それで私も追いかけたんですよ。娘をベビーベッドに置いて、安全なとこに置いてね、落ちないようにしてね。で、そしたら1歳の娘を置いて、そしたら追いついてね、マンションの下でもう何しょっちゃろうと思ってんの、私41歳で何しょっちゃろうと思いながら、そしたら追いついて、彼女その携帯電話を投げ捨ててね、大の字になってね、くっそー終わった、バレたみたいな叫び出して、精神的におかしくなってね、寝そべってからもう終わったってなって、携帯投げ捨てたから、私その携帯を拾ってね、ちょっと恥ずかしいなと思いながら家に戻ったらね、私も鍵を持ってないことに気がついて、オートロックが開けれんくてですね、他人様が帰ってくるまで15分ぐらいやったと思うんですけどね、それで他人様がドア開けたとこに横に一緒に入らせてもろてね、504号室だったんですけど当時ね、そこで開けた、あの、娘が心配けん帰ったらね、結論逆に彼女が先に入ってたんですよ。帰ってたか、逆に彼女が逆に最初入ってた、帰ってた、先に帰ってたんですよ。違うオートロックが3つぐらいあったんで、オートロック3つあるとこだから違うオートロックから入ってたんでしょうねっていう意味 で彼女が先に帰ってて、いわゆる鍵をかけられてね、私2時間締め出されたんですよ。あ、先に彼女が入ってた、そうそうそう。でね、玄関の横にキッチンの窓がちょっとあってですね、そこのとこで娘がなんか泣き声が遠くなったりちっちゃくなったりするからね、抱っこしてから動いてることとかわかるんですけど、2時間無視されてね、私もう具合悪くなって、いい加減せんと警察呼ぶよって言ってね、親に電話するけんねって言ってたんですよ。もうこんなこと親に言うよって、2時間で具合悪くなってってね、もう限界って。でそしたら逆に警察を呼ばれたんです、彼女にね。逆に呼ばれたと。そうです、通報されたんですよ。私浮気の携帯見て、そしてなんかって言ったら、警察が10人か15人ぐらい来てですね、娘への虐待容疑で通報があったって言ったんですよ。意味が分かんなくてね、娘と二人きりにさせたね、彼女がね、自分の浮気の疑いの携帯を持って逃げたのに、どのタイミングで虐待って言うと、みたいな。虐待しとなったら、娘連れて逃げろよって思うぐらいの話でね、そんな感じでね、虐待で通報ってやって、はぁと思って、任意やけどね、東警察署に来てくれますかって言われてね、眠たいし断ったんですよ。意味が分からんって。娘見てみる、傷あざとか、なんか虐待の跡もないしね、今私に会ったらね、懐くよって、キスもするよって。何も怯えてないよっていう意味ですね。
何が虐待かって、お虐待しとったら怯えるやろわって言ってて、いかんして眠たくて、ふざけんなって言って、もう家に入れさせんとですよ、警察は。東警察署に来てくれるなら家に入ってもいいとか、俺水が飲みたいのにね。2時間外で真夏で締め出されとって、意味が分かんなくてね、私に本当ね、無理やり家に入ってね、そんなに疑われとんなら行くからってね、約束なんか約束したんですよ、任意やけどね、もう善意でね。そして生まれて初めてね、取り調べを受けたんですよね、東警察署で。私警察ほど信頼してから 3,4 年前ぐらいに、あの私ファミリーマートで働いとってですね、辞めたけど人手が足りんけんって言った時に、そこで働いとった兄ちゃんがね、女の子に大麻を渡しててね、女の子に相談をされてですね、それで情報提供するために福岡市警察署に何回か行って、そこと同じ部屋なんですけどね、情報提供して感謝状もらってないけど感謝されてね、何回も行った同じ部屋で、私は今度は容疑者としてね、取り調べを受けるってことになったんです、生まれて初めてね、4月8日に。そしたら警察がですね、お前虐待しとってクズやなって頭ごなしに決めつけてね、取り調べが始まったのがね、こんなことしとんのかと思ってね、お前クズやなって言われてね、自分の娘虐待しとってお前社会の敵やなって始まって、そこでね、私ねマスクすらしてなかったのね、警察が刑事がで写真撮ったんですよ、意味が分からなくて、なんだこの高圧的というか意味が分かんない話し合いじゃないよ、喧嘩腰とかね、その時点で何かと思ってね。で父親からちょうど電話がかかってきて、親の電話取ろうと思ったら出るなって言ってね、出るな、いやいや、で話し合いでしょって、さっきから喋り方こんな、刑事さん変えてって言ってね、私ね、話し合いじゃないでじゃないですかこれ、喧嘩やのって言ってね、何ですかこれって、昭和じゃないっちゃけどこんな取り調べ未だにしとるとって、と防犯カメラないとっていう話ですね、言うて、あのでまず話し合いならまだ私トイレも行ってないでしょっつって、で親にまず電話かかってきて、親にも締め出されとった時に着信入れとったから折り返しかかってきとってですね、電話もするけんで、トイレも行ってちゃんと話をするために来てなきゃ、話するからトイレ行きますねって言ったらね、ドアの前に立ちふさかってね、出るね、トイレ行かせんって言ったんですよ。だから写真撮ったのね、まずね、私足元とドアの前に立ちふさかっと、で顔を撮って録画も始めたの、私がもうトイレも行かせんってことは違法なことしてたから、禁止行為ね、刑事が取り調べの人に触ることすらダメとかね、閉じ込めたらダメとか知っとるから、でだから証拠で撮った iPhone で写真と動画を、喋り方も横着いからね、動画を回した。そしたらこの iPhone を取り上げようと思って、自分の個人情報が入って、こんな言い方するのも、私こんなことがなかったらこんな言い方しないくてあれですけどね、自分の個人情報が入っている iPhone でしょ、自分の所有物の iPhone を取り上げようとする、証拠が入っとるからね、奪おうとするの警察。それでもみくちゃになってね、叩かれたりね、殴られたりしたってことですね、まずそうね。私がその iPhone 自分の中からね、あの奪われんようにずっと掴んでるからね、叩いてるのね、触ることすら違法ですね。で無抵抗で私座ってからそのも撮ったんですね、動画をね、無抵抗な人間に触っちゃいかないとですよ、警察、刑事はね。で、その無抵抗ならそのカメラアングルがあるみたいな意味ですけどね、私がね。で、それで、細かいですけど。で、その後ですけど、録画が終わった後に、何事かと言って警察がいっぱい入ってきてるんですよね。しかも刑事さんと1対1でもないけんね、4、5人おった中でこげん言ったけん、みんな目撃者おるとですよ、警察内部はね。で、それで、録画が終わった後に3、4人ぐらいかなんかでね、私ね、殴られてね、タックルされて、吹っ飛ばされてね、後頭部とか背中とか腰とかね、壁に激突するぐらいね、吹っ飛ばされたんですよ。意味が分かんないでしょ。だから私ね、娘のね、暴行、虐待で疑いで行ってね、めちゃくちゃな取り調べの始まったから、証拠取ったらね、警察に暴行されて、警察に虐待されたみたいな感じですよ。傷跡もついてるしね。で密室でしょ、刑務官とかなんかあったけど、で警察にそんなことされて取り調べでね、でそこで防犯カメラさえもないと、おそらくね。でそれどころじゃなくて、もう聞いてほしいことはね、長くなったんですけどね、長所という概念が私ね、バカやけどね、前科も何もないけど知らんかったとですよ。で長所ってご存知ですかね、その説明もなくね、まあ、細かいこと言ったらあれやけどね、私はこんなんか、こういう疑いで呼ばれましたっていうことを書いて、
そしたらパトカーで送ってあげるって言ってですね、ちょっとその系列で言ったらね、流れで言ったら、彼女の浮気の携帯を持ってたからね、俺も会いたかったよみたいなメッセージが見れるやつ、警察に見せたんですよ。これで揉めただけで何が虐待か、虚偽の通報だって言ってね。そして携帯も見たらね、あ、納得してもらえた感じで、あーって話がなって、トーンダウンしてね、喧嘩みたいになっとったのが。で、ずっと私の話を今そちらさんが聞いていただいているようにね、こうずっと聞いてもらったんですよ。ね。だから、なんか、ああ、もう話通じたなと思って、ね。ちょっと思ってたら、若い兄ちゃんが紙を持ってきてね、すべての文字を書いてる。紙を持ってきて、私にボールペン渡して、なぞれって言うんですよ。読んだらね、私は娘を殴打しましたって書いてるんですよ。殴る、打つって書いて、殴打でしょ？だからしてないやろって言って、また話一から始めないかんのって言ってからね、ふざけんなってなってね、そしたらもういろいろな感じでなんかね、なんか誘導するんですよね。これ書いたら帰れるしね、どうせなんか暴行罪ってなってから、警察の中の暴行罪だから裁判とか起訴とかされないから、逮捕もされないからね、ね、書けって言う。でも書けるかってやってないことって言ったらね、なんか違う話のしつけみたいな話みたいなことを聞かれてね、普段はしつけどうなのって言われたけん、なんか叩いたりしてないよって言ってから、でもなんか私誠実にね、今やったら答えん方がよかったかなと思うけど、キッチンの包丁が入ってる扉とかをね、ストッパーを買ったけど、買う前はね、開けた時はね、なんかこう命に関わるでしょ、包丁の扉だ、その時はね、バッテン印でダメよっていう口だけじゃダメやけんね、ここは危ないところっていう感じでね、ね、このなんか手をね、パーンって叩いて、ここダメダメとか言うぐらいのね、しつけぐらいまではあるけどね、何が虐待かみたいな話してね、そんな時に警察さんがね、110番してから逆に警察がなんかしつけしてくれるとみたいなね、手遅れやろって、なんか腐ったペットボトルの飲み物とかね、ゴミ箱あさって飲もうとするからね、110番したら間に合わんやろって、だからそこはダメよっていうぐらいはあるけどね、もう常に毎日私が専業主婦しよってからね、懐いとるからね、今すぐ会わせてみろって。そしたら、懐いてきてから私じゃね、お腹パンパンしたりしてね、虐待したら怯えるけど怯えたりするわけないけん、嘘の通報で間違えて、信じないで彼女ってずっと言ってたんですけどね。そしたらね、それ書きましょうって言われてね、あ、違う、ごめんなさい。なんかね、今日は触ったのって言ったけん、なんか窓が開いてて泣きよったけん、ね、泣いたらダメよっていう、こう、感じですかね。のぞみっていうけ、のんちゃん泣いたらね、近所迷惑よ、ポンポンポンってしたぐらいはあるよって、ね。だけど、それを書けって言ってね。それ、じゃあ、オーダーじゃないやろうがっつって。言ったら、もうじゃあもう、これやったら納得いくかみたいな感じで、なんかもう、私は、今日ね、娘を、なんか指先で、ほんの少しタッチする程度に、肩や頬を、なんかしつけのために叩きました、みたいなことを、付け加えてね、文字を。ほんの少し軽く指先でタッチする程度にみたいな感じだと書いたと思いますよ。指、なんかね、文字を付け足して。で、これ書かんと帰れんじゃけんって。もう、落とし物をね、取り行くときも書くやろうって、形式上手続きで。そしたら送っちゃるけんって言って、私ね、叫びながら書いたとですよ。これ防犯カメラついてないですかって、誘導されてる、強要されてなんか書いてるけど、なんかこれとんでもなくないかな、大丈夫ですかこれとか言いながらね。一応信用して書いてしまったの。そしたらね、パトカーで送らなくて1時間ぐらいね、世間話する兄ちゃんがおってね、いつパトカーで送ってくれるんですかって言ったらね、あら、帰れんよって、自分で罪認めたけん帰れんみたいになってね、そこで事の重要さに気がついてね、重大さに。指紋取らされてね、身長のとこになんか、立たされてね、180センチって書いたとこにね、写真ばバリバリで取らされてね、で、反省しろって言われてね、やってないことを反省しろって言われて無理でしょう。それでね、今度、その前置きが結構長かったかもしれないですけどね、これでね、私、容疑者から被疑者にさせられたんですよ。詐欺の契約書書かされたみたいな感じでね、ありもしないことで、私の娘に会わせたりする証拠をなんかね、提示することもなくね、私、娘の虐待の被疑者になったの。意味がわからないでしょ、それで。だから、命令されてね、家じゃなくて実家に戻りなさいって判断されたんですよ。実家に戻れってね。で、その実家に戻ったら、あ、戻りませんって言ったの、私はね。母親がおって70歳でね、ばあちゃんが94歳でですね、母親が介護してるけんね、万が一ね、コロナ禍の中でね、コロナに移ったらね、責任取れんやろ、警察って。ばあちゃんちとかね、実家に戻ってないけん、全然って言ってね。親はね、もう孫に会いに来たりしよったけどね、
もうかなりもうコロナ対策したりしてから、ちょっと孫をどうしても会いたいけん来よったけどね、子育てするためにも。けど万が一ばあちゃんとかに移ったらあれやけんで、母親に移ったりしたらね、介護証券って94歳やけんで言ったのに、ダメだと、娘と会わせる方が危険と判断されて、警察は彼女も違う部屋で取り調べ受け取ったそうですけどね、彼女のお父さんかなんかもね呼びつけてね、孫が虐待されたってね、ありもしないことで電話してるんですよ。で、彼女のお父さんは孫が虐待されたと思ってね、東警察署に来てくださいって言われて、防犯係の上原が呼んだんですけどね、それでね来たんですよ。事実確認も何も怠ったってことです、警察が。それでね、実家に戻らされたってことですね。彼女も私も無理やりパトカーで送ってね、目の前によって、やっぱり私30時間ぐらい起きとったけんね、他人様の家に入ったりすることも、ホテルに行くこともやっぱもう体力の限界で、家に入って寝たんですよ。そしたら3、4日後に私と警察と彼女の、家族全員コロナになったんですよ。万が一がねあったら嫌やけん帰らんって言ったのに、万が一が起きてですね、コロナになって、うちのばあちゃんと彼女のお父さん死んだんですよ。亡くなったの、コロナで。8月9日に彼女のお父さんが亡くなって、10月13日、どっちも去年ですけどね、彼女の、うちの祖母も死んだんですよ。彼女、警察の命令を強要されてね、私の言い分通って虐待なんかないって言ったのに、いやダメだ、実家に戻れって言われてね、人が2人死んだんですよ。もう今思えばなんかいろいろね、私に虐待をし、旦那にされたっていう女の子とかに相談されて、東警察署同じとこ行ったことあってね、相談されてね。その時は隔離施設みたいなとこに行ったから、なんか実家に戻す判断とかしてないんですよね。そういうことも踏まえたら、私がもしも虐待って疑ったんやったらね、自分は家に帰ってね、娘だけね、なんか施設かなんか入っとけばね、実家に、両方の家を実家に戻すことなんかしなくていいやろって言ったんですよ、コロナ禍やから。なのに戻れって言われてね、警察の命令を聞けって言われてね、実家に戻るって、そっちの方が危ない、私が娘と会ったり家に帰る方が危ないとかね、一緒に帰る方が危ないって判断されてね、勝手に権力者方の警察から。それでね、2人死んだんですよ、コロナになって。万が一が起きたんでね、ごめんなさい。で、これで私、被害者遺族感情があってね、簡単に言ったら、ね、東警察にね、恨みとか怒りとか言いたくないけどね、そういったのがね、去年の7月8日にあって、人が死んで何回も行ってね、公安委員会とかなんか言ってもね、一切不適切な対応は一切なかったって隠蔽しとるとですよ、警察が。私暴行されてるんですよ。で、動画も写真とかもあるとですよ、閉じ込められたとかね。で、これを見ないですよ、警察本部も公安委員会も警察委員会も。警察委員会は優しかったですけどね、見ないとね。で、何のあれも動いてなくてね。で、ほんとちょっと休憩なくて大丈夫ですかね。それでね、一時停止の話に戻りたいんですけどね、それで一時停止の時に警察に、今までの話は刑事課の話だったろうけどね、防犯係とかあったけど、防犯係と刑事課のせいで死んだんですよ、2人ね、命令されて。それで、その一時停止は交通係やけん、詳しく言ったら違うけど、東警察署の警察にまた命令って言われたわけね。で、その一時停止で止められた話、ミニストップで止まった時にね、なんで止まらんとかお前命令しようのにって言われてね、それで腹立っとると。私、それで YouTube で上げてね、客観的に見たら、なんで警察にこんなね、職質でもなくてね、道交法で止められたのにブチ切れて、なんかね、自分の人格の方が疑うわみたいなコメントもあるけど、人が死んで恨みがあること知らんけんね、こういった人が勝手にコメント送るんですけどね。最初のイメージだけで、私、人権侵害どころか犯罪行為を警察にされて、それを隠蔽してね、何回もね訴えてるけど、誰一人動いてくれなくてね、それのまた手伝ってくれて、引っ越しをしてね、村上君って子が助手席におって、証人なんですけどね。それであれなんですよ、本当電話でずっとしちゃったらあれですね、大変あれですけどね、もうちょっと言わせてもらいたいけどね、一時停止のね、証拠見してたの、免許証出しなさい出しなさいって命令ばかするけんね、証拠見してんえんって言ったんですよ。そしたらね、ドラレコにね、パトカーにドラレコついてないって言ったんですよ。だから現人って言ってね、目で見ただけって言ったんですね。で、確実に止まってないって言ってね、犯罪は犯罪だと、人が誰もおらんし、車も通ってないね、細道のね、とこで夜11時か12時ぐらいけんね、誰にも危険な目には及ばしてないのにね、怒ってブチ切れてきてるんですよ。人に危険なことを及ぼしたら危ないやろうがっていうぐらいのテンションでね、人様、他人様に何の危険も及ばしてないのにね、
ただ確実に一時停止止まったか止まってないかの7000円でしょ。犯罪の抑止だっていう意味でか分かんないけどね。私一回今まで一度もね、の事故なんかちっちゃいのも大きなのも起こしたことないんですよ。違反はあるけどね、すぐお金払いよったしね。だけど今回はばあちゃんのこととかもあってね、あの命令でもう喋り方が横着すぎてね、もう取るよっつって取ったんですよ、取り調べみたいに。であなたたち警察隠蔽証言また取るねて。で取ったらね20人ぐらい呼ばれてね、覆面もね合わせて。一時停止の中で私が免許は持ってたけど提出しなくて提示はしてたんですけどね、とにかくドラレコミしてってことはないって言うけど、決めつけんでって言ったけんね、証拠がないのにまたあなた道交法ってね、また証拠がないのに犯罪行為って決めつけるのあなたたちっつってね、確実に止まってなかったらねごめんなさいって言うしお金払うけど、あなたたち本当喧嘩しとあれまず言いたくないけど、警察法第2条にね、職務倫理のとこにね、警察は親切に対応しなければならないって書いてるんですよ。何が親切かって、これ20人か30人ぐらい来てね、ね一時停止だだけでいじめやろって喋り方もね、何ですかって、これも人権侵害やろって言って、なんか怖いけどどうのこうのじゃなくて、何々してくれたら出すけどね、まず敬語で喋ったら免許も提出するって言って提示してたけどね、敬語で喋んと話し合いにならないでしょって言ってね、常識であってね、そしたら何でも従うって言ったんですよ、主張してね。あとそのもうね敬語で喋る人間だけ30人でね、もうあれだからもうパニックとか異常でしょ、2、30人囲まれるって。で人だかりもできて殺人犯ですかと思ってね。で彼女あのばあちゃんのことでフラッシュバックがあるからね、恨みもあって、冷静になれんけんね、あの人とかと喋るんやったら、あの人が喋ってるやったら、あの人が来たら免許証渡すっていう人に言うたら自分で探せって言われてね、私録画が終わった後にね、あ録画を止めてね、その人探してね、こんな対応なんですけどって言ったから敬語で喋る人を探して外に出たんですよ、車から。で免許証が700円かなとか、あれも見ながらね車から降りて出て、そしたらね私ね暴行されて、警察に手錠をかけられて、また暴行されたんですよ。暴行されて手錠をかけられてまた暴行された。そうですよ、無抵抗です。今回も村上君っていう、あ前回は警察内部でね証人がおるとですよ、貸し交番の須崎とかねおるんですよ。あのねで今回も暴行されたの、無抵抗で。村上君っていう証人がいるとね、助手席におった。で一時停止なことで前代未聞聞いたことないでしょって話で、私逮捕されたんですよ。その時に村上くんが録音してくれとってね、私が頼んだけんやけどね、私が喋りようときに、ちょっと長いですかね話ね、ちょっと長いけど、それ逮捕されたの、警察に暴行されたことですね。で一時停止とかね、何だっけ、免許不提示とね時間切れで逮捕って確実に言葉言ってるんですけどね、警察が後に一時停止っていうことに変えたりしてから、まあ、ちょっと長いかな、ちょっと今あれでしょ、情報量多すぎたでしょ。そうなんですよね、今ほんとすいません、まとめて今メモをしながらこう聞いていってるんですけど、ちょっと枝葉が多いですよね、申し訳ない、止めてもらってもよかったですけど、あのねごめんなさいね、長い長いな、こうなってしまうんですけど、本当はそれは申し訳ないけどね。でその金曜日の話だったもんね。だから金曜日のその法務局の名古屋刑務所の話言いましたかね、最初にね。だからそれで私生まれて初めてね、逮捕されたからね、警察署の中で拘留されたんですよ。一時停止でね、そんな理由で。で、入って、もうここは人間の来るとこじゃないって説明されて、まず全部脱げって言われてね。あのね、まあいろいろ手持ち検査みたいな感じでしょうけどね、手荷物みたいな。で、全裸になってね、あのケツの穴、お尻の穴を向けてから全裸になってね、そこに何か入ってないかとかも確認されるんですよね。でなんか無理やりギジギジギジされてね、する必要ないことまでされてね、人を全裸にしてね、ケツの穴の指入れてからうわーとかね、いじめられたのね、まず入る前に。で入った後にスリッパがあるでしょ、はい、自分が履いてる、それで俺を脱いで牢屋に入れようと入ったらね、やり直しと、スリッパ曲がっとろうがお前っつってね、
モノマネしたくないですけど、すみませんね、こんな言う方モノマネ曲がっとろうがお前。